どうも皆様、みちです。本日はですね、この僕が、ずっと前って言っても半年前くらいからなんですけど、コミュニティサーバーの方を作りましてね、7月12日今日、皆さん一般向けの方にリリースさせていただきましたのでね、コミュニティサーバーがどういうものかっていうのと、どういうことができるよっていうね、紹介の動画です。バロラント結構僕もソロだったりデュオでコンペ一人で回したりすること多いんですけど、このサーバーではね、そういう一緒に仲間を見つけてもらったりだとか、定期的にね、大会、コミュニティ大会もバンバンやっていこうと思ってるんで、もし5人一緒にゲームする友達を見つけたいって方がいればね、サーバーに入ってもらってぜひともプレイしていただきたいと同時に、一緒に楽しいものを作っていきたいっていう風に思ってるんで、ぜひよかったらね、このサーバー使ってみてください。それでは作りましたサーバー、オーハイプというサーバーですね。はい、Twitter の方をちょっと見るか。Twitter の方を、はい、Twitter の方はこんな感じになってます。このオーハイプ、オタクが情熱をね、注ぐ場所という、もので作らせていただきました。ちょうどね、記念でやってるんで、ぜひともこの好きももらえるんで、リポストしてほしいんですけれども、はい、オタクインジェクトハイプ into everyday e-sports ということでね、オタクが熱狂を毎日 e-sports に注ぐっていう意味合いで作った名前です。はい、オタクっていう言葉すごい好きで、少し昔だとネガティブなイメージで使われてるんですけども、僕はオタクっていう本当に専門的に一つのものが好きっていうのは本当に素晴らしいことだと思ってて、でそこにハイプというワードを掛け合わせて、僕が考えて作りました。ハイプっていうのは今ではかなり熱狂するだったりいい意味で使われてるんですけど、昔は課題広告みたいな、本当に虚偽広告みたいな、ちょっと嘘っぽい意味合いで使われてたんですけど、オタクもハイプも自分の中では昔ってちょっとネガティブな意味合いで使われてたんですけど、今だとすごいいいものとして扱われてるよねっていう、その2つの文字を掛け合わせて、はい、考えました。オーハイプコミュニティということでね、本当にバロラントをプレイする全てのプレイヤーが共にゲームを楽しみ成長できるコミュニティを提供しますと。ロゴもね、こんな感じでかっこいいでしょ。すごい俺気に入ってます。ロゴもね、こんな感じで作りました。オーハイプ何ができるか、すごい簡単にディスコードの画面こんな感じなんですけども、まずサーバー入ってもらって、コミュニティガイドを確認してもらって、利用規約なりっていうのがねありますので、本当に楽しんでもらえれば悪いことをしなきゃ大丈夫なんで、ここら辺をしっかり読んでいただいて、はい、まず普通のコミュニティサーバーなんですよ。こうやって挨拶、みんなちょうどね、今ちょうど撮ってる、もうほんとこの1分以内にこうやって挨拶してくれて、初心者、雑談だったり、こうやってこういう感じで、カスタムがね、今週末に運営主催のカスタムがありますと。で今やってるのかな、こんな感じで今カスタムやってます。感染してる方、カスタムやってる方だったり、このようにね、だいたい今5、10、15、20、25人カスタムやってて、でその中でこうやってフルパランクを下でやってる35人36人今やってるかな、こんな感じでいろんな人々がね、もう集まってランクをやるだったり、カスタムしたり、友達を増やしたり、コミュニケーションを増やしていくっていうサーバーになってます。他にもこれだけじゃないんですけど、レディット、本当にみんなでちょっと喋りたいみたいなやつがあったり、例えばバロ、何 FPS くらいで安定したバロのおすすめのマウスは、マウス相談、ちょっとねスポンサーがあって他のメーカーなんで、そんなに喋れないんですけど、例えばですね、適当でポチッとして、マウスソール、ガラスパッドにおすすめなドットソール教えてほしいです、自分はこれ買いましただったり、結構ねこうやっていろいろ答えてもらったり、ここに例えばこのシチュエーションでどうやってピークすればいいですかみたいな、バラのこととかもね、湿気に強いマウスパッドありますかっていう、こういうのバーってみんな書いてくれてます。はい、一応僕ここにちゃんともう運営してもらう人にお金もかけてて、例えば僕がコミュニティサーバー参加するってなった時に一番怖いのって人だと思うんですよね。一緒に楽しくゲームしたいっていう中、どういう人がいるのか分からなくて、それがすごく怖かったりするんですけども、僕はそこにもリソースを割いてて、トキシックをされたり、この人ちょっと良くない人ですっていうのを言ってもらえれば、これチケットポチッと押してお問い合わせして、これこれこういうする人がするしてくる人がいますっていうのを言ってもらえれば、もちろんそこでねバーンして弾くこともできますし、かなり安全っていうのもどうなんですあれか分かんないんですけど、本当にね楽しくゲームすることができる環境を整えてます。一応サブ化対策もありまして、ランク募集、こうやってギャンクスターっていうサイト、ものを使ってまして、ギャンクスターっていうね、プラグインみたいなもんなんですけど、これを使うとどうなるかっていうと、ランクで募集できます。サブ化対策になるんですね。これってランク表示されてるんで、この中で自分に合った募集だったりっていうのがあれば、そこに入ってもらって、で使い方もねもちろんここにありまして、ギャンクスターこうやって
こうやって使いますよっていう募集チャンネルクリック参加をして、まあ、エージェントを、まあ、インシエーターコントローラーなり選んで申請をすると。で申請して、まあ、招待の通知が来るんで承認したら入れますとっていう感じでね、このギャンクスターっていうものを用いることによって本当にサーバー化対策等もできるんで、まあ、ちょっとねギャンクスター入れるっていうのはもちろん少し一手間かかるんですけども、本当にそこでサーバー化対策だったりっていうのをねすることができていますので、ぜひとも皆さん友達を増やしたい方は使っていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。本当にね楽しんでもらえると嬉しいです。じゃあねー。